どうも皆さんこんにちは、ガズレレウクレレ教室のガズでございます。ですね、ウクレレ教室ガズレレ YouTube チャンネル、いっぱいアップロードして皆さんと楽しんでいるわけなんですけれども、最近はですねちょっと難しめの曲がすごく多くなっちゃったんで、まあ基本に立ち返りまして超簡単な、曲をやりたいと思います。はい、童謡っていうかですね昔の曲をやりますよ。出てくるコードは3つ。花です。はい、まあ、春なんでねそろそろ、花をやろうと思うんですけど、はい、C と F と G7、 嬉しいでしょう。はい、はい、この表の読み方がわからない方はですね、私がアップロードしている簡単ウクレレ教室ガズレレチャンネルの、ウクレレレッスン1みたいなものがありますので探しておいてくださいませ。で、まあ、とにかくこれ簡単なので、とにかくやってみましょう。 Let's play。 はい、いきますよ。ゆっくりめでいきます。3つのコードでこの曲でいきます。はい、だいたい昔のねこういう、まあ、こういった、まあ、童謡というか季節の歌とかはこういう3つのコードだけでできちゃうのが結構多いので、まあ、季節に合わせてちょこちょこ私もアップロードしていきたいと思いますので、はい、じゃあ皆さんウクレレ始めましょう。さようならガズレレでした。バイバイ。